ホーム FC 今治対アウェー松本山雅 FC、 選手たちが入ってきました。今前半45分が始まりました。さあ中川上がっていく、自ら打っていった、低いから下川へ、滝下げて低い中に入れて小松決まった。やはりこの人でした、小松蓮。低いからのクロス、鮮やかにヘッドで合わせました。今シーズン10得点目ということで、ビニシウス中に入っていく、から振り抜いていきました。宮部対応しますが、まだボールは出ていない。シュート放っていく、まだある、市原、中に入れてくる、米原からのボール、頭で弾き出そうというところ、競り合っている、まだある、小松決まった。小松蓮、今のシーンです、ヘディングの競り合い、時田からのボールダイレクトで、左足、今シーズン11ゴール目ということになります。そして今長い笛が吹かれました。 FC 今治と松本山雅 FC、